夢メッセ宮城では全国から集まった151のメーカーが水産物の商品を提案しました。ただいまから金谷カンパチの解体ショーを始めさせていただきます。会場にはマグロやカツオ、カンパチといった新鮮な水産物が並び、出店者の説明を聞いたバイヤーたちは実際に味を見ながら品定めしていました。あえて小さく作っているのは賞味期限の問題がすごい大きくて、負荷をかけて強く作ってますので、冷蔵庫で 2,3 週間ほとんどの牡蠣が生きているものになっています。生産者にとっては原油価格の高騰による輸送コストに加え、最近では原発処理水の問題もあり、水産物の消費者離れを防ぎたい考えです。処理水とかの問題もあって、その安心安全、今まで以上にアピールして販売していかなきゃいけないなと、我々も本当に一般消費者の皆さんに安心安全の商品をお届けできるような提案をしていきたいと思ってます。他にも年末に向けかまぼこや数の子といった水産加工品も豊富に並んでいました。